クロームキャストは Google が開発、販売する小型のデバイス。テレビの HDMI 端子に接続することにより Wi-Fi を介してスマートフォン、タブレット、パソコンなどで表示している動画、音楽、写真、Web ページなどの高品位画像をテレビで見られる。また、4K 出力や HDR に対応した Chromecast u l t r やスマートフォンでキャストした曲を スピーカーで再生できる Chromecast オーディオも販売されていた。キャストアイコン。モバイル端末と同じネットワーク上で Chromecast を検出した際は、このボタンを押すことで Chromecast を通じてテレビ画面にコンテンツを表示することができる。Google TV と Android をベースにした OS を搭載する。Android と iOS モバイルデバイス上のアプリを呼び、 Google Chrome の動作するパソコンから拡張機能をインストールしたり試験運用機能からメディアルーター機能を有効にすることで制御できる。セットトップボックスの一つとも言えるが動作としてはモバイルデバイス及びパソコンから Chromecast を接続したテレビに対してデバイスと同じメディアを取得させる疑似ミラーリングを行うものであり Chromecast をテレビに接続するだけではメディアを 視聴することができない。キャスト元のブラウザ内の動画が再生されたままになるか、タブを閉じた状態でも、c h r o m e ストで再生されたままになるか、音量の調節が可能であるかどうかは、各ウェブサイトによって挙動が異なる。例えば、Netflix では、動画のキャスト後に、ブラウザ内の動画プレイヤーには、音量や、 再生時間など各種コントロールキーが表示されるだけで、キャスト元コンピュータの CPU 負荷などが少なくなるが、タブを閉じると、Chromecast 元の動画も停止する。一方、Twitch では、キャスト後も、キャスト元の動画は再生されたままであり、タブを閉じても、Chromecast の方の動画は停止しない。Chromecast を停止するには、拡張機能から、キャストの停止を選択する必要がある。 開発者が自分のアプリをキャストできるよう Google Cast SDK のデベロッパープレビューも公開された。YouTube、Hulu、Netflix、Google Play Movie、YouTube Music、Twitch に対応している。なお、有名な動画配信サイトではニコニコ動画に対応していない。Amazon Prime Video においては2019年7月9日より対応された。 日本国内での販売開始に合わせ、D ビデオ、ビデオパス、ビデオマーケット、感激三枚などが、クロームキャスト対応を発表している。2017年にはダゾーンが対応している。2013年7月24日に、米カリフォルニア州サンフランシスコで開催されたイベントで発表され、同日アメリカ国内向けに発売を開始。価格は35ドル。 ドングル型のデバイス。日本国内においては2014年5月28日に発売を開始。価格は4200円2014年 Google iO にて画面のミラーリング機能が今後のアップデートによって公式対応することを述べた。対応モデルは Nexus シリーズ Galaxy S4、Galaxy S5、LG G2、LG G2 Pro。 HTC1M7 などが対象。2014年7月10日、公式アプリのバージョン1.7のアップデートを伴い、画面のミラーリングの機能が対応になった。2015年9月29日、アメリカ国内向けに発売を開始。価格は35ドル。円形のデバイス。日本国内においては2016年2月18日に発売を開始。 価格は4980円。セットアップ方法は第1世代と同じだが 5GHz の無線 LAN に対応した。従来の 2.4GHz にも対応している。2015年9月29日に米国向けに販売開始。価格は35ドル。日本国内においては2016年2月18日に発売開始。価格は4980円。 3.5mm アナログステレオパッチケーブルが付属。Chromecast の音楽特化版といえる製品であり、ハイレゾに対応。Chromecast オーディオとスピーカーをケーブルでつなげば、スマートフォンの音楽アプリでキャストした曲を Wi-Fi 経由でスピーカーで再生できるほか、マルチルーム再生にも対応。対応しているスピーカー入力は 3.5mm RCA。 光デジタル音声入力である。Google Play Music の曲も再生可能。無線 LAN については第2世代と同様。2016年11月6日に米国で販売開始。価格は69ドル。日本国内においては2016年11月22日に発売開始。価格は9900円。4K と HDR に対応している。 無線 LAN については、第2世代と同様。イーサネットコネクタ搭載の USB 電源アダプターを付属。2018年10月10日に発売された。価格は35ドル。Chromecast Ultra に近いデザインに変更。1080p、60fps のビデオが再生可能となった。日本国内においては、同日に発売開始。価格は5072円。 2020年9月30日に発表、発売。Chromecast Ultra と同じく 4K、60PHDR に対応。新たに Android TV を搭載し、Google の検索を利用して、動画配信サービスで提供されている映画や番組、現在放送中のライブコンテンツをまとめて検索できる Google TV が搭載された。 Google TV 対応のアプリを追加でインストールすることもできる。YouTube と Netflix のダイレクトボタンを搭載した Bluetooth 対応マイク内蔵リモコンが付属されている。今モデルの給電端子は従来の USBA マイケロブから USB Type-C に変更された。また新たに Bluetooth に対応したことで Bluetooth 対応のゲームパッドやオーディオデバイスなどが 接続可能となった。日本国内においては2020年11月25日に発売開始。価格は7600円。ありがとうございます。